今回のゲームは恋のギリドン、目当ての女の子にギリドンしろ。わあ、なんかすごい絵柄が全然違う。彼女の名前は朝倉美希、僕は彼女のことが好きだ。また美希のこと見てるの？男ならごめんなさいよ。壁ドンならどんな女もイチコロよ。ははは、壁ドンされとるやん。壁ドンならイチコロ。目当ての女の子にギリドンしろ。オッケー。この子が朝倉美希、合ってる？この子で合ってる？え、どの子？僕はどこにいる？ここか。オッケー。待てよ。マジで？え？え？ナンパのために奥義を授けたんじゃねえぞ。間違えた。君はクソマキ野郎なのかい？そっかそっか。間違えちゃったか。あの女の子がミキか。え、でも朝倉美希ってどの子？この子が朝倉美希か。おっしゃおっしゃおっしゃ。でもなんかさ、ターゲット本当にこの人なの？この子じゃないの？絵が違うんだけど。え、どういうこと？この娘を覚えろ。覚えたよ。黒い子でしょ。よーし、やるぞー。で壁ドン。あー、でもちょっと勇気が出ないな。あ、僕には勇気が出ない。あれ、え、ちょっと待って、どれ。君の青春は終わった。これ漫画だったの？マジで？ちょっと待って、ちょっと待って、あんな似てる人いっぱいいんのか。あれ、めっちゃ変わった。あれ、この子が朝倉美希。あれ、またミキのこと見てるの？男ならごめんなさいよ。はい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 。朝倉ミキ一体何者？覚えた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 よ。え、でもなんか似てる子がいっぱいいるけど、でも茶色だから分かりやすいね。おっしゃ、決めまーす。え、この子って、あれ？リボンどっち？こっちじゃん。蚊が止まってたんだ。え、わからん。何？どう？やったー。グッド。よかった。これ唐突に来たらめっちゃ怖いね、本当に。あんな壁ドンするやつがいんのかよ。めっちゃ怖いし、怖い怖い怖い。私を月まで連れてって、ギリギリまで風船を膨らませろ。オッケーオッケーオッケー。月に行くためには風船をパンパンに膨らませる必要があります。破裂ギリギリの大きさを覚えてください。オッケー、わかりました。人類にとって大きい一歩を踏んできます。ギリギリまで風船を膨らませろ。ギリギリってどこ？あ、オッケーオッケー。この大きさ覚えた覚えた覚えたよ。パイロットは搭乗をお願いします。では行きまーす。え？ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、もう膨らみ始まってた。押したら膨らみ始めるかと思ったんやけど。ビビりすぎだよ。いや、違う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 。ちょっとルール間違えちゃった。おっしゃ、リベンジ。月に行くためには風船をパンパンに膨らませる必要があります。破裂ギリギリの大きさを覚えてください。破裂ギリギリの大きさは覚えたんだけどさ、勝手に動くと思わへん。あ、長押しだ。オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。あの人長押ししてるもんね。そういうことか、こういうことか。なるほどね。あ、めっちゃ動くめっちゃ動くめっちゃ動く。え、死んだ。オーマイガー。え、難しい。月に行くためには風船をパンパンに膨らませる必要があります。破裂ギリギリの大きさを覚えてください。ジェロリと手を大きい一歩を踏んできます。
任せてください。こうやるのですよ、見てくださいね。ここまで行くと割れちゃいますからね。 OK OK、 めっちゃでかいね。めちゃくちゃ大きいですね。パイロットは騎乗をお願いします。はい、わかりました。では行きます。さあ膨らみますよ。ここが限界です。さあ飛んでください。月まで上がっちゃってください。もっともっと高く飛びます。わあ、地球です。おお、でかい月が見えました。ナイスです。やったー、ベリーグッド。すごいですね。あとはウサギさんに引き上げてもらいましょう。やったー、全部クリアです。というわけで、テストいきまーす。何が来るのかな、怖いなー。あー、チキチキトレインだー、来たー、やばーい。チキチキトレイン出たー。次は終点スライロー、スライロー。まもなく電車が到着しまーす。いきまーす。ここグッドでございます。いけた、一回で。ちょっと待って、行く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 。次はスライロー、スライロー。まもなく終点でございまーす。お客さん、勝手に降りないでください。あー、マジか、やばい。ぶっこみフルスロットル、ギリギリでバイクを止めろ。お前ら起こしたらぶっ飛ばすからな。よう寝るな、こいつは。お前らに本物の度胸を見せてやんぜ。まあ見てろや。いいか、これをな、こうすんだよ。見てろよ。ハハハハハ。オーバー、失望しましたぜ。まあ今のは練習だ。本番はここから、タイマン開始だぜ。ほら、いいか、ここだぜ。どうだ、すげえ、さすが鳥高の狂犬と呼ばれし男。うん、わからへんだろ、シャバゾウども。 It's a cool! やったー、かっこいい。なんというギリギリ神回を最高のぶっ込み見せてもらったぜ。やっべえ、神だ神、来た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 。これ完璧すぎるだろ、ほんと。さあ3ゲーム目は斬撃ビフォーアフター。注文の中さんに柱を切れ。お侍さん、柱返しようだ。この中さんに来てくれ。はい、わかった、任されよ。さあまた来たぜ。注文の中さんに柱を切るぜ。この長さですね。 OK です、わかりました。はい、私は柱、注文通りの長さにしか柱を切れない男、ここだ。さあ行け、我が下僕、完璧な柱を見せよ。よし、屋根下ろしてくれ。あーやってしまった、超えてしまった。あー、3回目ゼロだった。でも行けた、よかったー。なんとか今回もビリビリ試練いけたわ。おっしゃー、じゃあ次回はまた続きやっていくかー。